先生、この前スピード違反で捕まっちゃったんですけど、反則金払いたくなくて払わない方法とかってないんですか？まずね、切符に署名しないこと。あれ署名したともう払わなきゃいけなくなっちゃうんで、署名をしないとですね、内容確定しないんですよ。そうすると警察がですね、区権人を処理送検するんで、そうすると区権から呼び出しきますから。呼び出されるんですか？呼び出しする場合と呼び出さない場合があります。呼び出しなければ終わりです。呼び出されたらですね、これいかないでもらってです。僕も一回若い頃にスピード違反で捕まってですね、署名しなくてですね、区権に呼ばれたんですよ。10キロオーバーだったんですね。10キロオーバーでね、僕よりビビンと飛ばしてる人もいっぱいいてね、納得がいかないんだって話をしたらですね、反則金はいいやってそのまで言ってもらえて。だからやっぱりね、スピード違反も検討にはよると思うんですけども、納得のいかないなんか不合理な捕まり方した場合には署名をしないで、区権の権利に説明をしてですね、抗議をするっていうのも一つの手かなと思いますね、はい、ありがとうございます、はい。